ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画は7月のドラッグストア購入品をやっていきたいと思います。結構さ、これ去年買っゴールドジャパンの購入品で買ったやつなんですけど、もう外が30度以上あって暑くて、これでも暑かった。中はキャミソールだけなんですけど、暑い。風通しはいいんですけど、やっぱ黒っつうのが暑いね。もう、そう、部屋は、暑湿地の関係上、私の部屋だけは24時間でエアコン回してるんですけど、暑いね、外は。で、本題の購入品、今回は、9000円エディに入金して2000円ぐらい余ってるので、まあ7000円分ぐらいは今回購入しました。で、取った順からね、ご紹介していきたいと思います。まずは、ちょっと食べ物系っていうか食べ物系はあんまりないから食べ物系からいこうか。これは2個目ので買ったんだけど、なんか、たまたまセール品コーナーを最初に見たときに、これが入ってきて、久しぶりにこれ食べたいなと思って買ったんだけど、スーパーカップのマックスの、基本私ラーメン味噌味が好きだから、買ってみました。そう、味噌ラーメン買いました。181円のやつが100円で売ってたので1個買ってみました。次もセール品コーナーで結構お菓子あって、ブルボンかな、これブルボンのブラウンチョエールホワイト&チョコ&ラクラングドシャクッキーのやつと、あとアルフォードのミルクチョコレート&ノーマルなやつですね。と、まあお菓子っつうか、私はまあ刺身につけたりとか、流水麺的なうどんとかそばに、こうざるそば的な感じでつけて食べるので、それストックですね。意外とすぐ使っちゃうんだよね、わさびで。ストック、醤油さ買おうと思ったんだ。1個目んとこはさ、いっぱいさあったんだけどさ、2個目んとこ醤油なくて、トライアルあたりに行ったら買おう。あとはいつものお茶とかあれなんで、日用品系いこうか。日用品系だと、燃えるゴミ袋と燃えないゴミ袋が同じ値段だったので買いました。そう、燃えないゴミ袋の方が若干高いのよ。燃えるゴミ袋は217円ぐらいで売ってんだけど、こっちは235円とかで売ってるんですけど、燃えないゴミ袋は、まあ、缶入れるためだけに買いました。そう、缶がね、増えやすいので、瓶は時々なんですけど、圧倒的にちっちゃいゴミ袋の小がもうパンパンになってきたので、で、燃えるゴミ袋と同じ値段だったから1個ね買いました。安定のね、ストックあるのにまたストック買うっていうね。まあ、燃えるゴミ袋は一番使うので、燃えるゴミ袋は安定的に買いました。そう、なんかさ、同じさ10枚なのにさ、なんかさ厚さが違うんだよね。ちょっとこっちの方が太り気味な巻き方。
次ニュービーズ。これさ1個目んとこでさ、まあ400円近くでさ買ったんだけどさ、そう2個目で買った方が324円だった、同じサイズ。ちくしょうって思ったけど、そう液体洗剤は今使ってるやつがなくなっちゃうと全くないので、それに、まあ、この時期1日ですぐ汗かいちゃうので制服なので、持って帰って洗うってなると、基本私週2回洗濯してるんですけど、洗濯回数が増えるので、そうで、これのボールドシリーズ、スリカーのボールドシリーズと、あと普通の 3X とかアリエールとか、まあそこら辺安くてなんか大容量みたいなところをこうぐるぐるしようかなって思ってるので、あまりこういう宣伝には私こだわりないので、まあ 1.8 倍ぐらいでなんか安いやつみたいな感じのを買っております。で同じ安かったか、前は若干235円ぐらいしてたんだけど217円ぐらいだったので2つ買っときました。レノアのワンデータトゥーみたいなやつの、そう一種、そうそう、この時期はちょっとレノアスポーツ系みたいなやつにしてるんですよ。そうフレアフライグランスとかそっち甘い系じゃなくて、なんかさっぱりするような感じの、なんかワンデーとか消臭源みたいなタイプのをこの時期は買うようにしてて、今回はレノアの消臭源のみずみずしく香るリラックスアロマの香りのやつと、これはおはじめましてだと思うんだけど、フレッシュソープの香り、そうそんなのよね。若干違う、こっちの紫の方はマクラ&シーツ、置きっぱなしの洗濯汗だくの体操服、何度か使った生乾きのタオル、毎日洗えない寝具、衣類も1週間ずっと爽やか、花粉ブロックっつうのは変わんないんだけど、でこっちのフレッシュスポーツは汗をかいた時、人混みで汗をかいた時、部屋干しの時しっかり消臭したい、でも香りは苦手な感じ。制服はこっちの方がいいかもしんない。なんかさ、一回今週持って帰ってきてさ、カインズホームのでさ洗ったんだけどさ、若干さこれなんつうか柔軟剤っぽい香りがしたんだよね。だから制服とか、私服はこういう洗剤使うんだけど、それ以外の毛布とか、あの汗取りパッドみたいな布団に敷くやつはこう安、どうでもいいから安いやつな使ってるんだけど、なんかまだね、でも若干その残りともう一個ストックあるからさ、それを早く使い切ったら、ボールドはなんかレノア的なやつ配合してるから楽かなと思って、そっちに乗り換えようと考えてる。まあ、手袋、これはねもう来週使う、今年に限ってすっかり6月に買っとくべきものをすっかり忘れてて、そう月曜日から使い始める。今日はね1日に撮影してるんで、脱ぎはぎしやすいビニール手袋 S サイズ、ちょっと厚めのタイプ。私は2つね、洗い替えで用なのね、2つ買いました。手袋でしょ。
あとパッド。そう、私は毎日パッドはナチュラっていうメーカーを使って、ナチュラっていうメーカーの24。時々なんかね、コットンタイプっていう場合もあるんだよね。そう、コットンタイプっていうのもあるから、これはコットンタイプじゃないね。そう、そう、いつものパッドと、今回はソフィ29センチですね。来月ちょっと20個のやつ1個もう買っとこうかなっていう感じ。ソフィが一番私的にこう29センチはなんか私は羽なしの方が好きなんだよね。なんかさ、羽をさ折るとさ変な形になるからさ、私はどっちかっていうと羽なしの方が好きなんだけど、若干羽なし、羽ありの方が安い時はまあ、まあ仕方なく買うんだけど、どっちもそんなに変わんない時は羽なしを買うようにしてる私は。でしょ、あとお茶でしょ、なんか美容系っぽい方、あと美容系っぽいやついこうか。本当はさ今使ってるやつが、ジュレームのアミノなんちゃらっていうやつで今洗ってるんだけどさ、いつの間にかさ、まあそろそろなくなるからシャンプー買おうかなと思ってたっけ、いつの間にかタライソの方、同じ青いシリーズなんだけど、タライソのやつってなんかもう一個のやつだったから、今回は別のメーカーの買ってみました。一カミ自体、一カミのこう一番安いシリーズっていうか、安いシリーズはあの美容師さんがおすすめする、あのそういうので私は今美容師さんがドラッグストアで買えるやつで、買えるやつでいいやつっていう、一カミの安いやつとか、あとはひまわりとか、ジュレームも入ってたから使ってたんだけど、で一カミのやつ、その安い、一番安いやつが入ってるからこれもいいんじゃないかなと思って、私はダメージケアのしか買わないんだけど、そうダメージケアで、あの美容師さんがおすすめするみたいな感じので選んでる。同じ一カミシリーズのちょっとお高め、価格帯で言うとディアボーテひまわりと同じ価格帯なんだけど、一カミプレミアムみたいな、エクストラダメージケアトリートメントスムース日本女性の髪研究の成果、和感の力と熱に着目したプレミアムダメージケア、乾かすたび美しい髪への、絡まりやすい髪もスルンとした指通りの髪へ、ドライヤーでキューティクルを密着しつるんとしたやつにっていうやつのトリートメントと、私はトリートメント買う、だいたいこうボトルを2個並べてみて、多い方、どっちかが多かったらそれに合わせるように使ってるんですけど、シャンプーですね、これを使って2本使って、その次とどまるのか次に行くのか、値段でいくとハニーチェみたいな700円台シリーズなんですよね、行く、次に行く場合は。なので一カミプレミアム
実際使ってみないとさ、こう使ってみてですね、あと合う合わん、泊まりに行った時に、なんかジラクってこういろんなシャンプーがあって、マセリって高めだから使ってみたんですけど、なんか高い割にちょっとお高めな割にちょっと私の髪とは合わなかったなっていう印象でしたね。同じくさ、同じ普通にシャンプーして、普通にいつものメルに使って、でこのオイルじゃない、オイルは違かったんだ、オイルは違かったんですけど、いつもの感じでやったんですけど、なんかなみたいな感じだったので、やっぱり使ってみないと、みんながいいって言ってても合わない可能性があるんですよね。で次、ストックですね。もうすぐ間違えて買ったこのダブの方、今日の夜使えるかなぐらいの勢いになってきたので、お風呂場ではこっちかな、こっちのダブのやつに行くので、ストックでダブの洗顔を使ったことあったよ、私の好きなこういうタイプ、そうこういうタイプが、こういうタイプが一番楽なんだよね。1ってさ、こうくる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 回す、今のさそういうタイプなんだけどさ、使いづらいなって思ってたの。そうこういうタイプの方が一番楽なんだよ、こういうタイプで。いろいろ何種類かあるうちのマルチフルーツエキス配合、セラミド配合、くすみの元に古い角質オフ、透明感のある肌に濃密美容液配合のやつですね。ダブクリアニュー洗顔料、化粧水前の潤い導入洗顔、くすみの原因となる古い角質をオフし、潤って透明感のある肌にっていうやつですね。そうストックで買いました。そうストック買っとかないとさ、いざさ使う時にないと困るので、私はなんかもう少しで、そうもう多分今日分出るかなっていう感じなので、一応お風呂に行くときに今日このダブのやつ持っていく、まあこれストック部屋行きなんですけど。次ソフティモクレンズリキッドのハニーマイルドっていうやつですね。私基本こういうバームも使うんですけど、バームはこうなんかもう眠いなとか、お風呂は別にまあ明日でいっか、でも顔を落とさないといけないときはバームはこうもう1個で済むので、そういう時とか、もう今日からクリニックじゃなくなるので、まあ落としやすいと思うんですけど、そうなかなか落ちバームじゃないと落ちづらかったりするので、そうそれで、そうでも一番こういう方が楽なので、で今使ってるやつ、もうすぐで今使ってる下のまあなんかお泊まりサイズみたいなのがなくなるので、で今2階で使ってるやつをなくなったら持っていくので、意外とこのサイズってすぐさ多めに取ったりしてさ使うとさすぐなくなるので、そうアットコスメこれだったのかな、なんかさジェルコーナー
そう、アットコスメとかでさ、次何買うかなとかを決めてるんだけど、値段順でさ出てくるからさ、そうちょっとずつ高くなるようにして買ってるんだけど、すすぎ洗顔はいりませんって書いてある。ハニーマイルド、とろりと濃厚なリキッドがマスカラなどのしっかりメイクも密着し、スルンと落とします。濡れた手 OK。 バームは意外と濡れた手ダメだったりするんですよね。マツエク OK。 洗顔不要、米印、すすぎ後の洗顔はいりません。ベースはしっかりでも大丈夫だし、マスカラはフィルムウォータープルーフも丸、洗いがりしっとりすべすべ。私マスカラってさあんまりしないんだよね。ストラスハニーの香りです。サンプッシュ。あでもさ、私こういうやつ大好き。ピチってさ、こういうタイプあるじゃん。今さこういうタイプと、こうやってさ回してさ取るやつなんだけどさ、やっぱねこれが楽なのよ。これ楽、なんかプーさんボトルですね。プーさんとピグレット。そうでしょ。次はそう、また顔がお化けっぽくなるんだけど、そう、今使ってるセザンヌのがほぼほぼもうないんだよね。無理やりさ今日使ったんだけどさ、ほぼほぼないに近しいぐらいになってきたので、でザ・セムのチップコンシーラーの02番リッチベージュコンシーラーの SPF28 の PA2 個入ってるやつで、こうみんながなんか液漏れするかもしれないやつですね。クマやくすみ、シミ、ニキビ跡、毛穴などの肌悩みをパワーし、美しい肌を仕上げるリキッドタイプのコンシーラー。肌へ馴染みやすく、チップタイプなので、細い細かい部分も塗りやすい。っていうタイプ。私はチップコンシーラーが大好きみんなの。そう。そうなのよ。第1、2個あって1.5と2しかなくて、そう絶対さ1番とか買ったらさお化けみたい。そうかさ、あの23番でもさ明るいのにさ、これだともっと明るい。 1.5 だとさ、1.5 の方はさ、YouTuber さんさ、どっちかっていうと顔が白い人が使ってっから、私そんなに白い、めちゃくそなんか美白ですっていうタイプの顔でもないからさ、だから2番のリッチベージュっていうやつを買った。取れね。そう、だからね、使おうと思います。次。キャンメイクの、あ、じゃない、セダンヌでした。セダンヌのジェルライナー50番ピンクベージュ。そう、涙袋、ここのラインに使えるので買いました。そう。涙袋、アイライナーというよりこの涙袋専用ペンみたいな。私はオレンジもあってたんですけど、オレンジよりピンクの方が好きなのでピンクにしました。そう、そう、あとさもう一個さ、あのパウダー買おうと思ったんだけどさ、セダンのあのこう細長いシェーディングパウダー、それ買おうとしたらさ、そもそも置いて、あのハイライトとやつ一緒のやつあったんだけどさ、あれだとさすぐなくなっちゃうかさ、もう1個、そう400円の
フェイスコントロールカラーが欲しかったんだけどなかったんだよね。で、ティーク。同じセザンヌのナチュラルチーク N の5番。あの明るい方のオレンジはなんか持ってた気がしたんだよね。まあメーカー違うけど、なので買いました。殿堂入りコスメアットコスメストア。そう、なんかちょっとさ、そう買いました。あとは歯ブラシ、今度は普通ですね。以上で購入品を終わりたいと思います。そう、今回はいっぱい買ったね。もっとセザンヌのやつ買いたかったんだけどさ、別なさやつさ、いろいろ欲しいものがあったからさ、買えるか分かんなかったからさ、コスメさ2個ぐらいしか買えんかった。なので、あとさ、足りるか分かんなくて買わなかったんだけどさ、このアンレーベルの美容液、もう根拠弁しかないの。根拠弁しかないから、ストップ。そう、次のやまださ一緒にさ、あの化粧水、美容液、乳液でさ買いたいんだけどさ、当分さ持つよねと思ったらさ、3点セットで買えなかったからさ、あ、これ買えばよかった。まあストックしたばっかりだからさ、まだ入れなくていいんだけどさ、殿堂入り、殿堂入り、これ殿堂入り、そう殿堂入りスキンケアっていう、あ、失敗した。まあこんな感じで7月のドラッグストア購入品を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバイ。